アッシャーギターズのエレクトリックソニック1というギターをご紹介いたします。このアッシャーギターズというブランドなんですけれども、正式名称はですね、アッシャーギターズ&ラップスチールズという会社になりまして、主にですね、ラップスチールを作っていたブランドなんですね。でこのラップスチールのギター、ワイゼンボーンスタイルっていうね、ラップスチールがあるんですけれども、それを作っていたブランドなんですけれども、このような6弦のエレクトリックギターも作っているというブランドになります。アッシャーギターズは米国の西海岸を中心にプロミュージシャンに非常に愛好されておりまして、ベン・ハーバー、ジャクソン・ブラウン、マーク・フォード、リンゼー・バッキンガムとかですね、リッチ・ロビンソン、ジョン・フルシアンって、もう数限りなくオーダーが入るものなんですけれども、そのほとんどがですね、ハンドメイドでワンオフでオーダーで作られているというものなんですけれども、こちらのギターはエレクトリックソニックというね、ちょっとシリーズになったものになりました。それのマスターシリーズでね、オーダーされたものになります。まずボディ材から見ていきますが、このスポルテッドメープルがですね、トップに貼ってあるんですが、ボディの材質はですね、奥目材と言いまして、これ裏返すと分かりやすいんですけれども、奥目材というね、マホガニに似た性質を持った材なんですけれども、軽量かつ中低音がクリアに出てくる、そういう特性のある材なんですけれども、ネックがこのボディを貫いておりまして、これがスルーネック構造になっているんですね。これがクォーターソーンの奥目のネックでスルーネックになっておりまして、こちらが本当に希少な材を使われているのが外観からも分かります。そしてトップはですね、スポルテッドメープルが貼ってありまして、それと美しいねトップの木目ですね、こちらをクリエイトしておりますね。指板はこちらはエボニー、アフリカンエボニー、こちらが12インチのラディアスがついております。フレットはジェスカーの47104というね、ちょっとジャンボタイプのフレットが打たれております。このナットの幅は実測でだいたい42ミリ程度ですね。そしてネックのグリップがスリムな C シェイプですので、ちょっとね薄めな感じで、割と手に馴染むような感じですけれども、かなりちょっと薄い感じはします。そしてコントロールなんですけれども、こちらは3ウェイトグルスイッチですね。こちらがフロント、ミックス、そしてリアと切り替えるいつものスイッチであります。ピックアップは2つなんですが、セイモア・ダンカンのアンティクイティ P90 が2機、それとブリッジは ABR1 ですね。こちらトーンプロスの AVR2G、 そしてこちらブラスのテールピースですね。こちらはボディスルーで裏通しになっています。そしてこのベッコピックガード、いい味出しておりますね。このかなりルックスのポイントになっておりますが、こういったところもおしゃれかと思います。そしてノブは2ボリュームの2トーンですね。さらにこのボディトップのねサイドのところをこのバインディング風に残しております、このトップのメイプルですね、こちらも綺麗に施されております。それではフロントピックアップから音を聞いてみましょう。そして、ミックスポジションです。
そしてリアピックアップです。アメリカ西海岸だけでなくですね、世界中の一流ギタリストからオーダーが来るというね、アッシャーギターズ、さすがのクオリティでございます。全体の重量も 3.31 キロということになって、非常に取り回しのしやすいギターになってます。ぜひ一度お試しください。